こんばんは、メイトです。本日の動画は、ファッション動画やっていきたいと思います。本編構成はこちらになってます。過去動画もぜひご覧ください。概要欄、コメント欄に記載します。それでは、本編、どうぞ。本日紹介するメンバーは、こちらの6人となっております。早速見ていきましょう。どうぞ。まず1人目はナオトさんです。こちらは8月13日に公開されたインスタのストーリーとなっております。こちらのパーカーは、スタジオセブンのパイルフラワーポイントショートスリーブフーディーとなっております。お値段は、続いてはガンちゃんです。こちらは8月14日に公開されたインスタ画像となっております。こちらのサングラスは、ルイ・ヴィトンのサングラス 1.0 ミリオネアとなっております。お値段は、続いてはナオトさんです。こちらは8月15日に公開されたインスタのストーリーとなっております。こちらのシャツは、スタジオセブンのパイルフラワーポイントショートスリーブシャツとなっております。お値段は、続いてはオミさんです。こちらは8月15日に公開された3代目公式 X ポストとなっております。こちらのサングラスは、ジェントルモンスターのリリット01となっております。お値段は、続いてこちらのシャツは、LDH クラブチャンピオンシップ T シャツとなっております。お値段は、続いてこちらのブーツは、バレンシアガのブルドーザー編み上げブーツとなっております。お値段は、続いてこちらの時計は、オーデマピゲのロイヤルオークとなっております。お値段は、続いてはエリーさんです。こちらのスニーカーは、エアジョーダン12のステルスとなっております。お値段は、そしてナオトさんからお知らせです。8月27日 CL 独占ペーパービュー配信が決定してます。スペシャルゲストとしてクレイジーボーイさん、オミさん、スウェイさん、そして林和樹さんです。続いてはケンちゃんです。こちらは8月19日に公開されたインスタのストーリーとなっております。こちらの帽子は、ハイファイブファクトリーとニューエラの 940AFTR ハイファイブラウンドロゴキャップとなっております。お値段は、続いてこちらの T シャツは、ハイファイブファクトリーとニューエラのショートスリーブ T となっております。お値段は、続いてこちらのパンツは、ハイファイブファクトリーとニューエラのユーティリティショーツとなっております。お値段は、続いてこちらのハットは、ハイファイブファクトリーとニューエラの ADVLT ハイファイブアグニのハットとなっております。お値段は、続いてこちらのジャケットは、ハイファイブファクトリーとニューエラのドットエアージャケットとなっております。お値段は、続いてこちらのバッグは、ハイファイブファクトリーとニューエラのジムトートバッグとなっております。お値段は、続いてこちらの T シャツは、ハイファイブファクトリーとニューエラのショートスリーブティーウーベンラベルとなっております。お値段は、続いてこちらのパンツは、
Hi5 Factory と New Era のドットエアーパンツとなっております。お値段は、最後にこちらの靴はサロモンの X ウルトラ4ミッドゴアテックスのハイキングブーツとなっております。お値段は、続いてはガンちゃんです。こちらも同じく8月19日に公開されたインスタ画像となっております。こちらのブレスレットはおそらくエルメスのヘラクレスブレスレットかなと思います。お値段は、もしくは候補としてティファニーティーのトゥルーナローブレスレットとなっております。お値段は、続いてこちらのブーツはナードマインドとフォーサムワンの F ノーブとなっております。お値段は、続いてはエリーさんです。こちらは8月19日に公開されたインスタのストーリーとなっております。こちらのジャケットはエンタイアスタジオの V22 ボンバースワンプとなっております。お値段は、続いては今市くんです。こちらも同じく8月19日に公開されたオリコン X ポストとなっております。こちらのネックレスはエルメスのシェーヌダンクルネックレスとなっております。お値段は、続いてこちらのブレザーはバレンシアガのウールブレンドダブルブレストブレザーとなっております。お値段は、いやー、まさかのここで蒙古タンメンの再コラボするとは思ってなかったです。気づいた方いられますでしょうか。最後にオミさんです。こちらは8月22日に公開されたインスタのストーリーとなっております。こちらのペンダントはティファニータイタン by ファレル・ウィリアムスのペンダントとなっております。お値段は、以上3代目ファッション動画でした。